どうもどうも、中野実験室です。マインクラフト実況です。建築の続きと、サトウキビ畑なんかを作っていこうかと思っています。これを録画してるのは1月24日なんですけど、ちゃんと春頃に YouTube の活動を再開できるかどうかっていうのがまだ未知数なところでやってるんで、結構なんちゅうか微妙な気持ちですね。チャンネル登録者数が1000人とかに行けばね、胸張って YouTube できるんですけど、それもなかなか難しそうです。そしてこのような実況をすることで、このような実況をすることで、果たしてチャンネルは育っていくのかどうか、その辺も気になるところですね。まだそんなにYouTube の規約が変わったってことは、1月末の時点では、あんまり聞こえてこないんですけど、チャンネル登録者数が1000人未満で、そこそこ、例えば月1万円ぐらいとか稼いでた人は、結構戦々恐々としてるかもしれませんね。YouTube は Google が運営してるもので、基本的に Google の意見っていうのは、従わないといけないっていうのは、なかなか辛い立場ですね。あまり私はそういうことには話さないようにはしてたんですけど、いよいよYouTube から収益が出ないっていう条件になっちゃうと、そういうことも考えざるを得ないですね。これを動画を公開する春頃には、お金にはならないけど、YouTube を続けてる人がさらに増えてると思うんですけど、どうなってるでしょうね。果たしてこの建物は、どこまで伸ばしていこうかっていうのは多少悩んでるんですけど、そろそろ建物の方に切りをつけて、サトウキビ畑とかを作ろうかと思ってるんですが、ちなみにまたまたパチスロ動画を見ながら、
作業してるんですけど、もう私も結構年ですから、今からパチプロとかを目指すのは結構無謀かもしれないですけど、若いうちに1回ぐらい目指しておいてもよかったかなと、思うこともあります。大学生の時とかね、あんまりお金のこと考えないでよかった頃に、ちょっと冒険してもよかったのかなとか思ったりもします。一応このチャンネルでも、パチスロ動画とかは一応上げてますけど、全く収益にならないっていう意味ではちょっとモチベーションが上がりにくいですね。自分の日記的な意味でね、やるのとか全然ありだと思うんですけど。これから YouTube はどうなっていくでしょうか。ちょっと全然関係ない雑談をしてみますと、最近お昼ぐらいから図書館に行って本を読んで、その足でパチンコ屋とかに行くんですけど、案外今まで設定も入んないし、あんまり地元の店は勝てる店じゃないなっていうふうに思ってたんですけど、案外実は結構人が多い店だなって最近思うようになりまして、で、勝てないって思ってるだけで勝ってる人も結構いるみたいで、よく行く店のことを改めて見直してたんですけど、ただよくよく考えると、勝ってる人が8人に1人とか6人に1人とかっていうぐらいなんですけど、それってあんまりその人気の店というか、いわゆる優良店って言われる店に行ったことないだけであって、勝ってる人よりも負けてる人の方が多いっていうのは、やっぱりそんなにパチスロにスロットに設定の入ってる店じゃないんだろうなっていうように改めて思いました。この動画を見ている人が、全国でどこの方か分かりませんけど、そしてそのパチンコパチスロをされているかどうかも分からないですけど、どうなんでしょうね。地域差って絶対あると思うんですけど、やっぱり例えば東京とか大阪とかに行くと、もっとこのパチスロも元気なのかななんて思ったりします。わざわざその他府県までパチスロを打ちに行く人ってやっぱり少ないと思うんで、僕は京都ですけど、京都のパチスロ事情のことしか知らないですから、もしかしたらその他府県のパチンコ屋に行くとすごいカルチャーショックを受けることとかもあるのかななんて思ったりもします。京都はいろいろと規制が厳しいらしくて、例えばYouTuber、パチスロをやってる YouTuber とかを来店イベントとか組むのも、基本的には NG みたいで、だから例えば僕が好きで見ているスロパチステーションの磯丸さんとか YOSHIKI さんとか、渚さんとか、そのあたりが京都に来店される可能性っていうのは限りなく低いわけなんですよね。そして来店イベントっていうのがどういうことかといえば、やっぱりその日はパチスロに設定が入る日みたいなのはあると思うんですけど、そういうようなことは京都じゃ基本的にできないですから、だから旧イベント日とかそういうふうに言われる時に、
こぞってみんな、あるかどうかわからない設定を追い求めに行くわけですが、いやまあ、どうなんでしょう。まあ、基本的にまあ、全員が勝って、お店の方が赤字を切るなんていうこと自身がほとんどないんでしょうけど、私の地元のパチンコ屋とか、他府県の人が見たらどんな感想を持つのかなとか、そういう部分には多少興味はありますね。さて、ちょっと建物の方に区切りがついたんで、この辺りでサトウキビ畑の方に移っていきましょうかね。この島の中にサトウキビ畑を作るか、拠点に作るか、どっちか迷ってるんですけど、ちょっと気分転換に単純作業とかしたくなったので、サトウキビで紙をいっぱい作って、ちょっと交易でもしましょうかね。このたくさんいる白衣の人々と、エメラルドで交換する感じですね。ちょっと荷物が拠点に帰ってきました。ちょっとまあせっかくなんで、作った建物が遠くから見てどんな感じに見えるか確認してみましょうか。おお、木造の部分が乗っかるとちょっと変化が出てきましたね。これはまあぶっちゃけて言うと、もっと早く木造に切り替えても良かったですね。まあ、めんどくさいんで作り替えたりはしないですけど、今最上階が木造ですけど、もうちょっと下から、もう一つぐらい下から木造でも良かったかもしれないですね。まあ、引き続き作りましょう。それでちょっとサトウキビを回収していきましょう。サトウキビ回収装置はこれですね。はい、入ってます。あんまり溜まってないですね。まあ、この回収装置は、まだオブザーバーがなかった頃にバグを利用した、成長感知を使っていて、ここにピストンがあるんですけど、ここにブロックに変化があると、その変化をなぜか検出して、レッドストーン信号が出るっていう仕組みを使ってます。これは最近の、アップデートで加わったオブザーバーが加わる前に、使われていたバグ技ですね。まあ、なんせバグなので、原理とかはないんですけど、ここにあるピストンの横のブロックに変化が生まれると、レッドストーン信号が発生するという仕組みです。で、まあ、それはまあ、あくまでバグなので、でも、そのバグが修正されないってことは、まあ、公式が認めてるバグっていう感じですね。で、まあ、最近はオブザーバーが出ましたから、まあ、これはカボチャ畑は、オブザーバーを使ってるやつなんですけど、まあ、ここに、ブロックに、オブザーバーの前に変化ができると、レッドストーンでカボチャを押し潰すような、装置が作ってます。
自動かぼちゃ畑ですね。で、まあ、もうオブザーバーがあるので、昔のバグ技を使ってる装置を、まあ、残しておく必要もないので、この辺りを回収するっていうのも一つのアイディアです。向こうの浮いてる島に作るのもいいんですけど、あんまりその滞在してる期間がそんなに長くないと思うので、このメイン拠点にサトウキビ畑を作った方が、まあ、効率はいいのじゃないかと思います。まあ、とりあえず紙ができたんで、ちょっと、紙ができたんで、まあ交易をしに行きましょうか。移動中です。結構この司書とか政治家以外の村人も増えてきたので、まあ、いつか移住させないとダメですね。政治家ですね。いやー、同じ種類の村人が集まってくれてるので、エメラルド集めがはかどりますね。はいと、ちょっとサトウキビ畑作りは、時間がかかりそうなので、まあ今日の作業はこれぐらいにしときましょうか。まあちょっと短い動画になりそうなんで、もうちょっと作業してもいいんですけど、まあ作業というか雑談みたいになるか、まあわからないですけど、なぜか狼が入っちゃった。このサトウキビ畑を移動させるっていうのも手ですね。これはこれで機能してるので、これはこのまま残しといて、どっか別の場所に作るっていうのもありですね。このかぼちゃ装置、ちょっとなんか作りが間違ってるような気がしてきましたね。ちょっとこれ修正しますか、せっかくですから。これ多分かぼちゃが回収されないやつですね。ちょっと地味な
地味な感じになっちゃいますが、こうかな。あら、ダメか。違いますね。こういうレッドストーンとかをやってる時の動画っていうのは多分難しいでしょうね。考えながらやらないとダメだし、考えてると喋ってると手が動かないしで、こういうわけのわからないミスもするしで、こうですね。そしてこうですね。で、こうじゃないですね。で、こうですね。って言いながら、ちゃんとできてるかどうか。うまくいってないですね。信号は出てるはずですから、これが、このピストンに作動してないってわけですね。これでどうだろうか。はい、できましたね。何を修正したかと言いますと、オブザーバーが検知するかぼちゃの苗の上に、ここにブロックがあったんです。ここにこうブロックがあったんですけど、これだと多分かぼちゃが生えないっていう状態でしたね。で、それをちょっとこの辺りを改良することで、変化させたっていう感じですね。もう一度ちょっと確認しておきましょうか。動作してますね。はい、っていう感じの、マイクロ雑談でした。次は、サトウキビ畑の回収サトウキビ畑とかを作っていくかもしれません。またお会いしましょう。さようなら。